チェ,チェルシーは、ブライトン・ホーブ・アルビオンのマネージャー、ロベルト・デ・ゼルビを、不審のブルースのヘッドコーチであるグラハム・ポッターの公認候補として採用することに関心を持っていると伝えられています。チェルシーのオーナーであるトッド・ボーリーが引き続きポッターを支持するとの以前の主張にもかかわらず、英国人の潜在的な公認について、 いくつかかのの舞台裏の詳細が明らかになったフットボールインサイダーの最近の報道によるとチェルシーはデゼルビに純粋な関心を持っておりスタンフォードブリッジでポッターの後任になりたいと考えている報告書はまたイタリア人をトップレベルのマネージャーとみなしているブルースの階層が潜在的な管理変更がいつ行われる可能性があるかについて舞台裏で話し合っていることを付け加えています リバプールはロベルト・フィルミーノの後継者に興味を持っているが、フリートランスファーにはボルシア・ドルトムントを倒さなければならない。アンフィールドのレジェンド、ロベルト・フィルミーノ。彼はまた、ドイツ人がクラブに加入した瞬間から、ユルゲンクロップのビジョンの不可欠な部分でした。しかし、リバプールの時代は終わりに近づいており、遅かれ早かれすべてが終わらなければなりません。考えられる解決策の一つは、 日本代表の田大地ですオフェンスでフェイクナインの役割を果たすことができ、技術的にフィルミーノに非常に似ている日本人プレイヤーは、シーズンの終わりに契約が切れます。鎌田がわずか26歳で、今シーズン18ゴールの貢献をしており、全チームである日本のサガントスからヨーロッパに到着して以来、定期的に2桁のゴールとアシストを記録していることを考えると、それは彼にとって大きな掘り出し物になるだろう。 ディバプールは鎌田に興味を持っており、その夏のアンフィールドでの可能な選択肢のリストに載っている、とザさんは報じている。しかし、ベルガーは、鎌田はドイツに泊まり、代わりに彼のサービスに興味を持っているボルシア・ドルトムントに移籍することを望んでいると信じている。レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、ニューカッスル・ユナイテッドが首着バラツヘリアに熱心。ナポリのウィンガー、首着バラツヘリアは、 シーズン終了後にセリエ A クラブから離れることと関連している。ベンジェイコブスはキャッチオフサイドに、レアルマドリー、マンチェスターシティ、ニューカッスルユナイテッドがナポリから首着バラツヘリアを獲得することに熱心であると語ったセリエ A の巨人は、ブルジアのウィンガーに1億ユーロを優に超える額を要求するでしょう。22歳の彼は今シーズン、12ゴールを記録し、途中で15アシストを獲得し、 優れた状態を維持しています彼はナポリのスクデット獲得に貢献しており、セリエ A のチームは現在、リーグタイトル獲得の最有力候補となっています。レアル・マドリードは攻撃にさらに深みを加える必要があり、22歳のナポリのスターは実行可能なターゲットとして浮上しています。クバラツケリアは当然左サイドのウィンガーですが、どちらのサイドでもプレーできる多彩な選手です。 スペインの新聞アズのニュースによると、デアルマドリーのフィオレンティーナ・ペレス会長は、シーズンの終わりに不備着バラツヘリアに多額の予算を割り当てたと言われています。8000万ポンドのスターは現在、エミレーツに引っ越すことに興味を持っている。ジャーナリストのピート・オルークはギブ・ミースポートに、ウェストハム・ユナイテッドのスターであるデクラン・ライスがエミレーツ・スタジアムへの移籍に、 興味を持っているためアーセナルはデクラン・ライスを追いかけていると語った。ダナーズがプレミアリーグのトップを飛んでいる間、ボスのミケル・アルテタとスポーツディレクターのエドは、夏の移籍ウィンドウが再開する前に、すでに計画を実行に移しています。フットボールインサイダーによると、アーセナルは潜在的な動きについて代表者と常に話し合った後、ライスを倒すことができるポールポジションにあります。アーセナルは、 ウェスストハムに8000万ポンド近くでライをを売却すするるるるようう説得とといいい自信を深めてて理解されているバルセロナは10代のストライカーを獲得するために3000万ユーロ以上を支払う必要がありますこの時点でバルセロナが夏にアスレチコパラナエンセからビトールロケを獲得することに非常に関心を持っていることが十分に明らかになりました火曜日に18歳になったストライカーは カンプノーへの移籍のを夢見ていることも明らかにした。この時点で、バルサはロベルトレバンドフスキを9位につける自然なバックアップを持っておらず、ロケを理想的な獲得者とみなしている。彼らは、このティーンエージャーが、最終的にクラブの主力を引き継ぐ前に、ポーランドのキャプテンのしっかりとした代役になると信じています。ファブリツィオ・ロマーノによると、バルセロナはロケの移籍の可能性について、 すでにアスレチ・コパラナエンセと協議を行っているという。イタリアの遺跡専門家は、ブラウグラナがブラジルの衣装によって拒否された約2500万から3000万ユーロ相当の最初のアプローチをすでに持っていると主張し続けています。ニューカッスル・ユナイテッドがドミニク・カルバート・ルーインに興味を示している。プレミアリーグのトップ4候補であるニューカッスル・ユナイテッドは悪いキャンペーンにもかかわらず、 ドミニク・カルルバート・ルーインの夏の夏を狙ってていいると伝えられていますスペインのアウトレット・フィチャジュズによるとエバートンのドミニク・カルバート・ルーインはニューカッスル・ユナイテッドが夏に主要なチームのオーバーホールを計画し世界のサッカーで巨大なジャガーノートになるための次のステップを踏み出すための主要なターゲットですマグパイがエバートンのストライカーの動きに関連していたのはこれが初めてではありません伝えられるところによると 彼らは昨シーズンも関心を持ってていいたとされていますラファエル・レオンの側近と接触しているチェルシー。チェルシーは夏の遺跡に関して23歳の側近と連絡を取り始めた後、ラファエル・レオンの追跡を主導しました。スポートウィットネスによるガゼッタ・でロ・スポートによると、チェルシーは選手の側近との接触を開始した後もラファエル・レオンに熱心です。ブルーズは、 23歳のウィンガー獲得に向けて主導権を握るかもしれないが、ミランは依然として彼の契約延長を熱望している。ラファエル・レオーはミランのキープレイヤーであり、イタリア人がセリエ A のタイトルを獲得するのを助けることによって彼の価値を証明しました。その後、彼はリーグの MVP に選ばれました。これは、ロッソネリエの貢献について多くを語っています。 23歳の彼はフォームに苦労し続けているため、今シーズンは少し状況が異なります。彼のパフォーマンスに目に見える落ち込みが見られたのは、ワールドカップの後でした。それはまた、ミランがタイトルチャレンジから完全に脱落したことと一致しました。ミランは、23歳の彼が回復し、チームがトップ4に入るのに役立つ最高の状態を見つけることを望んでいます。 レオンの状況に関する最新の報告によると、チェルシーが追跡で主導権を握った可能性があります。ブルーズは、選手との早期の合意を見つけるために、23歳の側近との接触を開始しました。彼らはポルトガル代表に大金を冷やすつもりです。デアルマドリードは、4000万ユーロのリリース条項を持つ選手を求めています。カデナ SER が報じたように、 レアル・マドリードはガブリベーガに注目しており彼が約4,000万ユーロのリリース条項を持っていることを知っています。